千葉県道9号千葉県道9号船橋松戸線は千葉県船橋市と松戸市を結ぶ県道である。船橋市の JR 船橋駅北口から千葉県北西部の松戸市に向かって北進し、途中で千葉県道59号市川印西線などの東西に走る幹線道路と連絡する。道路はほぼ JR 武蔵野線と並行するルートをたどる。終点付近は 県道状態かつては、東部の打線新船橋駅、塚田駅付近を並行して、途中に大型車通行負荷の狭い道路がある区間が指定されていたが、現在のルート指定変更後は始動になっている。現在、千葉県道59号市川印在線との交差点はクランク状に交差していることから、交通の流れを良くし、県北西部の南北方向の道路交通を担う。 主要幹線道路として整備することを目的に2001年度から2014年度にかけて交差点を改良してバイパスを整備する事業が進められている。船橋駅前を起点として西へ進んだ後、ほぼ武蔵野線に並行して北上するルートとなっている。ありがとうございます。